はいどうも、バッシデです。今日はですね、ネイティブインストゥルメンツ社より無料で今のところダウンロードインストールすることができるソフト音源、ハイファを紹介していこうと思います。実際に僕が作った曲なんかもね、織り交ぜながら紹介していきますので、最後までご視聴ください。それでは行ってみましょう。チェックイットアウト。はい、今ね、これ、ネイティブインストゥルメンツの公式ページなんですけども、ダウンロード、ハイファー、フォーフリーということで、フリーでね、ダウンロードインストールすることができる、とってもね、いい感じのソフトなんですね。で、インターフェースがね、なんかこう、植物が生い茂ってるような感じで、まあ、視覚的にもね、プレイしていて気持ちのいい感じのね、まあ、緑っていうのはね、リラックス効果があったりとかね、そういった効果があったりもするので、こう音楽を作りながらなんか、こうリラックスしながらいい感じのね、創造性が生まれるような、ソフトかなというふうに思って僕はちょっと気になっていたので、まあこれ出たのは12月の十何日とかだったと思うんですけども、そこからまあ約 1,2 週間後に僕はダウンロードインストールして使ってるんですけども、非常にいい感じだなというふうに思いましたので、 YouTube で今喋ってるとこです。はい。で、ハイファっていう意味はね、どうやらね、菌糸というね、意味みたいですね。まあ菌糸とは、菌類の体を構成する糸状の構造のことである。一般に言うカビやキノコなどは主に菌糸がより集まったもので構成されるというね、菌糸というね、言葉をね、使ったソフトですね。で、こちらダウンロードフォーフリーなんですけれども、コンタクトプレイヤーもね、コンタクトプレイヤー7ですかね。コンタクト7プレイヤーか。コンタクト7プレイヤーもね、一緒にダウンロードできますので、こちらコンタクトね、6からだいぶね、デザインが一新されましたけど、これのプレイヤーの方ですね、も、一緒にダウンロードインストールできるということで、非常にね、興味深いかなというふうに思います。はい。まあ、プレイヤーはね、一部ね、フルバージョンと、機能制限が一部設けられておりますけど、例えば、まあ、他社製のね、コンタクト用の音源とか使えなかったりとかね、あとは、内蔵サンプルエディターとか、内蔵フィルターのエフェクトとかね、この辺がちょっと若干違う可能性がありますね。これちょっと6の情報なんですけども、多分まあ、7も同じように、多少のね、機能制限はあるというふうにされてますが、まあ、プレイヤーでもね、十分にコンタクト7のね、こう、新しくなったデザイン性とかを、チェックすることもできますんで、面白いかなというふうに思います。で、ハイファのね、内容というかね、コンセプトはこんな感じ。自然界から着想を得て、新年に向けて創造性を発揮できるようにデザインされたアコースティックとエレクトリックのハイブリッドなサウンド。で、156のプリセットでクリエイティブな才能に火をつけましょう。はい。で、各サウンドは完全に調整することができ、コンタクト7の8つのスタジオ級エフェクトで強化されています。また、様々なチューニングシステム、ランダマイズオプション、独自のモジュレーションホイール、ベースのパフォーマンスモードに完全アクセスして、キーを1回弾くだけで華やかなコード進行を作成することが可能です。ってことでね。はい。まあ、コード、ね、メジャー7とかマイナー7とかね、コードのね、設定もできるんで、本当にね、キーボードをポンと押しただけで、そのコードがね、表現されるとか、そういったこともあったりですね。あと、サウンドもいろいろね、エフェクトで、自分好みにね、設定することができるので、あとでちょっと僕のね、エイブルトンライブの環境の方でやってみようと思うんですけども、非常にね、自由な、音楽設計、音源設計ができるような、デバイスですね。はい、それではね、ネイティブの方で紹介されているデモ音源を聞いてみましょう。
はい、だいぶね神秘的な感じの音源も表現することができるようですね。ではもう一つぐらい言っておきましょうかね。はい、こんな感じのね、ジャズヒップホップというかね、そういったところでもね、こう活用できるっていうところではね、非常にね、面白いハイファーというね、フリー音源いい感じだなというふうに思います。ではね、実際僕がエイブルトンライブの方で、ちょっとハイファーをね使って音源を組み立ててみたので、そっちの方行ってみましょう。中身の方なんかもね軽く説明できたらいいなというふうに思ってます。チェックラー。はい、それではね、これが、新しくなったコンタクトプレイヤーですね。コンタクトプレイヤー7なんですが、だいぶ6とね、見た目がね変わってダークな感じになってね、こう引き締まってかっこいい感じになったなというふうにも思いますが、今日は、コンタクト7の方の、説明は省きまして、ハイファーの方にね行ってみたいと思います。まずハイファーなんですけども、ここにね、もうアサインされていて、156のプリセットがあるよってことでね、まあ、こういう感じでね、プリセットが用意されてます。ではね、早速ですが、一番最初、A Day in Solitude っていうね、一番上にあるね、音源をねちょっと読み込んでみようと思います。はい、音源を読み込むとですね、こんな感じの、さっき僕がねこの緑がね生い茂ってていい感じだなといったようなインターフェースがねバーンと出てきますね。で、音の方はと言いますと、かなり来てますね。で、今ねちょっとこれエイブルトンライブのミディエフェクト、アープというのをかましてるんで、今こんな感じになってますけど、普段はこうではなくて、普段はこういった単音のね音が鳴ると思います。ちょっと音でかすぎだな。ちょっとこんぐらいでいきますね。はい、今ちょっとアープをね入れてたんで、それは忘れてください。まずね、皆さんが、立ち上げると、ハイファーを立ち上げるとこういう感じのね音になると思います。で、次のねちょっとプリセットね、これこの矢印でも変えれるんですけど、これ縦読みができないっていうのがちょっと不便かなと。できるのかな、ちょっと今のとこわかんないんですけど、横では次にねスライドすることできるんだけど、ちょっと時間かかるね。なので僕は、あ、来たね、横に来た。僕はもういつも一回バツで消しちゃってますね。で、ここで次のね、この、あ、ウィンターテイル、ウィンターズテイルっていうやつを読み込んでみますね。はい、ちょっと音がねちょっと小さいかな。じゃあちょっと上げてみよう。うん、ちょっとシネマティックなね表現したい時とかに使えそうな感じですね。はい、まあちょっと156個全部のねプリセットを紹介するっていうのはちょっと難しいので、もう一個ぐらいねなんか入れときましょうかね。じゃあこのブロークン PCB どういうやつでしょうか。お、
もうすごいね。ちょっと音が、まあ、プリセットによってね、一個一個音量とかも違うようなので、その辺もね、こうミックスする楽しみとかもね、あるかもしれないですね。はい。で、このね、ボリュームっぽいつまみとかこの辺にいっぱいねありますけども、これでね、音色をね、いろいろデザインできるよということですね。これビブラートとか、これプリセットによってここビブラートだったりとか、なんかあとさっきのこれだとね、トレモロとかね、これ多分高さとかだと思うんだけど、プリセットによってここがビブラートだったりトレモロだったりするみたいですね。まあ高さを変えれたりね、ビブラートが、ビブラート感をね、変えれたりすることができるようです。で、この A/B というのが、これもね、結構音色自体をね、こうデザインできるような、全くね、この右と左、今右上にね、こういう黒ポッチがあると思うんですけど、これ移動させることができて、これでかなり音色が変わるって言ったようなイメージです。まあ、このねプリセットでは極端には変わらないですけど、プリセットによってはね、ちょっと動かすだけでだいぶね、音のねデザイン性が変わるっていうね、プリセットもあるようなので、さまざま試してみてはいかがでしょうか。では、あとはサウンドとかね、これ多分目いっぱいこう変えてもそんな変化を感じないんですけど、こういったつまみもあります。で、このカットオフというのが、これはハイパスとローパスのね、フィルターですね。はい。この辺で音色をね、変えることができます。あと、グライド。グライドもそんな音色に影響するような感じはないかなというふうにも思いました。この辺も研究の余地がね、必要かなというふうに思います。あとは、プレイモード。ポリ、モノ、レガートっていうのがありますね。この辺もちょっと今のところどういうことなのかよく分かってません。はい、すいません、後でしっかり見ておきます。で、先ほどね、ネイティブの公式ページでも歌われてたように、この、ハイファの一番のね、売りでもあるとこかなと思いますけども、このコードがね、作れると。例えばマイナー7に合わせれば、鍵盤のね、一つを押しただけでコードが、奏でることができます。さまざまね、コードはありますね。メジャーセブンとかね。はい。この辺のね、メジャーサスフォーとか、かなりね、鍵盤でやるのはね、難しかったりもするんで、もうワンタッチで。はい、こういったね音が作れるよって言ったところではね、非常に直感的にね、音楽を作ることができるんじゃないかなというふうに思います。で、ここで設定でね、チューニングとかトランスポーズとかね、 PB レンジとかいろいろね、いじることができるようですね。で、僕が注目しているところはこの FX っていうところで、この FX っていうところで音のね、キャラクターを、デザインすることができます。例えば EQ があったりするんで、このベースの部分をちょっと強めてみようとかね、で中域ちょっと減らしてみたいなね。はい。で、このテープっていうのがね、多分音量的なものかなっていうふうに思いますね。音量の原因というかね。はい。で、面白いなと思ったのがこのディレイですね。このディレイをね、結構効かすことによってだいぶ音のね、キャラが変わってきます。はい。あんま強くかけすぎんとあれかもしれない。結構強力なディレイだなっていうふうに思いました。で、あとコーラスがあったりするんで、はい。今ね、ちょっとざっくりなんですけども、今ね、音をデザインしてみましたので、156のプリセットの中からかなりね、自分好みのね、音を作ることができるんで、本当にこれはもうね、もうなんていうかな、ハマり出したらキリがないというかね、って言ったようなものかなと思って、これがフリーで使えるっていうのはね、非常に、
ありがたいなというふうに思ってますけども。ではね、僕がちょっとね作ってみた音源をね最後に紹介しながら、今日はハイファっていうのがねこんな感じだなっていうのを分かっていただければいいかなというふうに思います。ではね、僕がさっき軽く作ってみた音、こんな感じ。はい、これはですね、まずパワーベースっていうプリセットがあって、これにエイブルトンライブのあのミディエフェクトですね、あのアープというものがあるんですね。それを指しましてですね、感じの、はい、ものですね。このアープというのがかなり便利でですね、例えば今16分のこのディビジョンっていうところを16分の1にしてるんですけども、これを1個上げて32分の1とかにすると、これ今鍵盤を1つねポンって1個押しただけでこういったような表現ができます。で、だいたいまあ8分の1とか16分の1とかでね、いいのかなというふうにも思うんですが、まあもしねライブを使ってる方いたらね、このアープというねあのエフェクトもかなり面白いんでね、あの使ってみてください。僕はね10このディビジョンを16分の1にして、こういったね、あのカリブ海のミュージシャンが使いそうなね、あのジャマイカのね、あのダンスホールのね、あの流行りとかでこんな感じのがたまにあったりしますけどね、そんな感じで意識はしてなかったですけど、なんとなくそんな感じのができました。はい、でこれはベースラインにしといて、メロの部分ですね、メロの部分はちょっとね和を意識したような感じ、はい、でこれはですね、この A/B っていうところ、ここをね動かすと結構キャラ変わります。今一番右にしてるんですけど、これを一番左にすると、ちょっとねより和っぽくなるというか、ちょっとモダン感が出るというかね、うん、これもいいなと思うんですけどね。もっと戻します。はい、こんな感じですね。まあ B 側にするとね、よりなんかちょっと中東アジアから中東の方に向かってったような音色になって、まあ一番左にするともろこう日本っぽいというかね、こんな感じしますよね。はい、いかがだったでしょうか。ハイファのね、まあざっくりとした紹介になってしまったんですけども、なんとなくこんな感じの音源だっていうことがね分かっていただけたんじゃないかなと思います。このね年末お正月休み DTM をねやる機会がある方はぜひぜひね、ネイティブインストゥルメンツのハイファをねチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。